そこ G-2 ガレブそこ G-2A ガレブそこ G-2 ガレブはユーゴスラビアで開発された複雑単発のジェット練習機。コイン機、軽攻撃機、偵察機としても使用された。ユーゴスラビアの航空技術研究所は1957年にガレブという名称の機体の設計作業を開始した。ガレブは翌単造装を装着した直線翼、フォーランド製。 タイプ 1B 軽量射出座席、横開き式のキャノピー、小型爆弾とロケット弾を喧嘩するための主翼化のハードポイントを備えている。試作機ガレブ1の初飛行は、大義の操縦で1961年7月31日に行われた。ガレブ1が胴体内に3つのゴム製燃料タンクを有している一方で、ガレブには230メートルガロンの2つの胴体内、 燃料タンクと、各51メートルガロン入りの翼炭造装を備えていた。実寸大の木製モックアップが製作された後すぐに2番目の試作機がレブ2が製造され、G-2 という形式名が確定した。飛行テストの最中に外部装備なしのクリーン状態、無塗装の機体表面を磨き上げた状態で、最高速度時速812キロメートル、6200、 メートルを達成し、間、降下中の最高降下速度は、マッハ0.81に達した。非予圧式コックピットのため実用巡航高度は、7000から9000メートルであり、予圧式を採用すると、すべての関連部品を輸入に頼ることになるためコストが15%上昇するはずであった。空軍は、未舗装滑走路から運用できる、複時的な攻撃能力を持つ練習機を、 必要としており、このような要求仕様は知られてはいないが、設計日誌はこの機体の膠着装置に、航空母艦に着艦できるほどの十分な強度を持たせていた。下手な着陸を許容できる安全な練習機の必要性から、主脚は胴体内ではなく、翼内に引き込まれる構造により収翼は、重い直線翼となっていた。これにより、飛行特性は、 着陸時に失速しがたいものとなったが、音速飛行の妨げになった。ガレブは主にユーゴスラビアの空軍学校で使用され、1985年に生産は終了した。1964年に生産が始まったガレブは、ユーゴスラビアで初めて量産された国産ジェット機となり、そこ522に続きモスタルの底舎で製作された日記種木の機体であった。 最初の量産型の G-2A は1965年7月30日にユーゴスラビア社会主義連邦共和国空軍に登録され収益し、最後の一機は1981年1月6日に納入された。G-2A はユーゴスラビア軍では N-60 という名称で呼ばれていた。リビア向けの改良型輸出使用機の生産は1983年。 半ばまで続けられていた。そこ車は、総計248機のガレブを生産し、そのうち132機がユーゴスラビア空軍で使用された。派生機として、短冊化した、対地攻撃機 J-21 やストレブがある。ライセンス生産したロールスロイスバイパーマーク22から6ターボジェットエンジンを搭載した、ユーゴスラビア空軍向けの標準仕様は主にベバの、 地間候補生の戦闘訓練に使用されたため、大部分はベバ部隊に配備された。本機の操縦は非常に安易で許容度も高く、整備も簡単であったため訓練生と整備士から好まれた。通常の機体は5000時間の飛行時間を記録した。輸出仕様の G2AEE は1974年、遅くから生産が始まり、リビアとザンビア向けに製造された。 ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争を参照ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争において、ユーゴスラビア空軍の第100戦闘爆撃連隊により G-2A は広範囲に使用された。EN、ファーストコンゴ o を参照いくつかの報告によると、フランスとユーゴスラビアは第一次コンゴ紛争の期間中にモブツ政権を支援していた。 ユーゴスラビアが4機のミグ -21 と共に3機の J-21 と1機の G-2 を供給することを合意し、その一方でウクライナからは3機のミグ -24 が購入された。これら全機はバドリテを拠点とし、主にセルビア人の傭兵により運用された。1997年を遅くにザイールに到着してからこれらの機体が、 どのように使用されたかということや、各機体に何が起こったかということはごく少数の機体を除いて知られていない。ミグ -21 は組み立てキットとして到着し、バドリテでロシア人とウクライナ人整備士の手で組み立てられた。1997年3月27日にミグ -24 のうち1機が動力系統に被弾、墜落し、 乗員3名と搭乗者4名が死亡した。少なくとも1機の J-21 の運命は悲惨なもので、1997年傍日に、ドゥアセネビクという名のセルビア人傭兵がバドリテで、超低空を高杉中に主翼を電柱に引っ掛けて墜落した。機体の残骸は、パレード中の若い兵士の隊列の真上に落ちて、数十人の命を奪った。ドゥアセネビクは、 ひどいアルコール使用障害であったらしい。2011年リビア内戦において武装練習機としてリビア空軍に採用された G-2 が新政府軍及び旧カダフィ軍双方の航空部隊で使用された。ユーゴスラビア紛争以前に少なくとも1ダースのガレブが米国のウォーバード業者により買い取られ、数機は現在でも民間機として登録されている。 その他インドネシア、セルビア、ニュージーランド、スロベニアにも所有者がいる。リビアセルビア民間ユーゴスラビアクロアチアザイール、ザンビアインドネシアソコジーマイナスに、映画レブジェーンズオールザーアルズウェアクラフト1982-83より。ありがとうございます。